皆さんこんばんは、水野優香です。今日は100均購入品のご紹介です。今回行ってきたのはセリアです。全部で16点購入してきたので、どんどんご紹介していきたいと思います。今回も使用シーンをご紹介するので、皆様の買い物の参考になったらとっても嬉しいです。ではどうぞ。今回セリアに買い物に行ったのが、これが欲しかったんです。短いタイプは11センチまで、でこっちが16センチまで対応してます。こういうスパゲッティとか、こういう冷凍食品って挟める部分がめちゃくちゃ短いんですよ。例えばね、この冷凍食品とかも無理やりこのマスキングテープで留めてたりとか、 IKEA の大きい袋に無理やり入れてるっていう感じだったので、ちょっとこれでね挟んでいきたいなと思います。ちょっとしかね内側からないので、これを留めていきます。はい、ちゃんと止まりました。落ちないし、いい感じ。こうしてちゃんと止まりました。落ちてこないし安心。ちなみにうちで使ってるのは、まあ100均とか IKEA とかいろいろあるんですけど、全然太さが違うから、全部こっちにしたいぐらいこれいいですね。おすすめです。お次がこちら、小さいタイプのトングになります。柳総理だとだいたい1800円ぐらいで売ってるので、かなりねこれコスパいいと思います。取り分けたりするのにもいいし、こうやって生ハム取るのにもいいし、めちゃくちゃおすすめです。見た目もスタイリッシュだしね、とてもいい感じ。じゃあこのトングでめちゃくちゃ取りにくいこのね生ハムをきれいに取れるかやってみようと思います。これね、手で取ろうとすると結構こう微妙なんですよね。あ、でも手でやるよりやっぱりめくれやすいかも。ほら、いいですね。あ、やっぱ使いやすいわ。めっちゃいい。ダンボールタイプのボックスで、 B4 サイズなどの書類や雑誌などが収納できて、ベッド下の収納にも最適っていうこの商品です。このバンカーボックスっていう有名な段ボールでできたシンプルな収納ボックスがあるんですけど、これに激似だなと思って今回試しに購入してきました。いろんなねサイズとかタイプがあるんですけど、これだとねだいたいね Amazon でもお値段が1個あたり690円から1100円ぐらいします。奥行きはねこの39cm×26.5cm の幅で、高さは 16.2cm になります。ちょっとだけねこっちのボックスの方が全体的にちっちゃい感じです。はい、出来上がりました。何が入ってるか書けるし、日付も入れたりとかできるので、ほんと収納に良さそうですね。子供の作品とか思い出をちょっと入れていこうと思います。でもどれも大切すぎて捨てられない。ほら、かわいい。保育園で書いた大きい画用紙のやつは入んないですね、この辺は。でも大体こうやって入るぐらいの大きさです。今度は思い出の雑誌を何冊か持ってきました。まあ私といえばやっぱねエッグ、ちょっと小さめの雑誌サイズのエッグは余るぐらい入ります。で、あとはちょっと大きめのねこういうママガールとかこういうのも入るし、ひよこクラブ、うちのちびりんちゃんが広告で出たりしてます。こういう思い出のやつをこのボックスに入れて、これでね全然大丈夫、頑丈ですね。プラスチック製のこういう収納ボックスは使わない時にね邪魔になるし、捨てたい時も大変ですけれども、段ボール製品なのでこうやってね折りたたみもできるし、ちょっと壊れたなとか汚れたなと思ったら資源ゴミでねすぐ捨てられるのがいいなと思いました。本当に頑丈なので、これがね重ねておけるっていうのもすごくいいと思います。本家のねバンカーボックスの10分の1で、
この商品買えるのもめちゃめちゃ嬉しいですね。次はこちらです。キッチンやお風呂や洗面台などをこの汚れがたまりやすい隙間や角に使えるそうです。剥がし跡が残りづらいって書いてあったので気になって買ってきました。でね、今回私が使いたいのがこちら、パナソニックのラクシーナの IH。 ここのね、隙間のところに今はこんな感じでね、ダイソーのカビ汚れ防止マスキングテープ、それをね貼ってるんですけど、結構ねこの適当に雑に貼ってんのが目立つんですよね。なので今からちょっとね貼り替えていこうと思います。こんな感じ、マスキングテープよりはちょっと厚みあるかなっていう感じなんですけど、本当に透明ですね。貼っていこう。はい、こんな感じです。最初ね、このクリアだからこの空気を抜きながら貼ればどうにかなるかなと思ってドキドキしたんですけど、かなりね、自然に貼ることができました。はい、全面に貼ってみました。と言いたいところだったんですけれども、ここからね、ここまでのね、この長いところの距離が足りなくて全部使い切ってしまいました。角とかこう貼った感じはこんな感じです。この内側のね黒いところの部分はちょっとこうね何か貼られてるなっていう感じの変化はあるんですけど、マスキングテープよりもこのクリアの方が自然でいいですね。絶対にリピート買いします。我が家のファミクロの子供用のハンガーは全部これで統一しています。例えばこういうキャミノとかも全然落ちないし、こういうねドレスとかもここに溝がついてるからちゃんとねかけることができるんです。なのでかける収納したい人にはすごくおすすめ。でもねこれ今回買って思ったんですけど、なんかちょっと白の色が変わった気がします。まずどちらもホワイトなんですけど、白の色がね昔の方が白いのと、ちょっとこっちの方がグレーがかったホワイト、あとワイヤーが前よりも細くなってますね。でも大きさはもう本当に一緒です。あとちょっとだけここの持ち手が気持ち長くなったかなっていう感じですね。冷蔵庫にやってきました。我が家の野菜室は一番下なんですけど、じゃがいもだったり、結構こう皮がポロポロ落ちてきてしまうものとか、あと泥がついてるもの、そういうものはこのね100均で買ったギフトバッグ用のやつに入れて、ここにね入れて保存してました。今回ねセリアでこの食品用のガゼットバッグを見つけたので、ちょっとこれにね入れ替えていきたいなと思います。これ様々な用途でインテリアにも使えるそうです。うん、いい感じですね。じゃあこれに詰め替えて、新じゃがなんで小さいんですけど、結構大きいサイズのじゃがいももこのサイズなら入ります。前のやつよりもしっかりしてる。やっぱりこっちはふにゃふにゃだったけど、こっちピーンとしてていいですね。いっぱい汚れたらこうやって新しいのに取り替えられるので、とってもいいと思います。暑くなってきたので、そろそろゴミ箱用の消臭シートつけたいなと思って購入してきました。銀と炭の力で消臭してくれるそうです。有効期限は約3ヶ月で、パッケージを開封後にご使用開始日を記入できるそうです。後ろのこの両面テープを外して貼り付けるみたいです。サイズは縦 10.5センチ、 横 10.5センチになります。うちのね、観音開きのドアだとちょっとサイズが大きくて取り付けられなかったので、買う前にゴミ箱の蓋の形状だったりサイズをチェックしとくといいかもしれません。
愛用の消耗品です。グリルの周りとかテーブルトップとかいろんなところでもうこれはめちゃくちゃ愛用してます。セリアでも売ってるんですけど、キャンドゥでも同じやつが売ってます。それをここにこんな感じでタワーのこのマグネットタイプの中にこのように入れていて、こうやってね取り出して、でもコンロをちょっと汚れてるなと思ったらこんな感じで拭いていきます。水切りストッキングネット朝型です。もうこれは本当に日々使うのでストックです。ここにダイソーのストックも入ってるの忘れてました。でもこれだと45枚で100円だったので、朝型50枚のセリアの方がお得だなと思いました。これもセリアに行ったら必ず買う消耗品のストックです。一応この食器とか調理器具用だったりするんですけど、私はねちょっと掃除でスポンジを使いたい時とか、あとはこの間も DIY でワックスを塗った時にこのキッチンスポンジミニを使いました。これがあるとね、突然こう自転車の泥を落としたいとかそういう時とか本当に使えるので常にストックしてあります。本当我が家ではデンタルフロス毎日欠かさず使ってるんですけど、白が好きで白いやつを見つけると必ずストックを購入してます。はい、こんな感じですね。確かに幅が太い、何個も重なってるとかじゃなくて太いのがついてるんですね。で、家にあったストックのやつ、それがねこっちなので、こうやって比べるとねめちゃくちゃ違う。こっちはね細いから結構刃をね1回で全部はできなくて、下手したら3個とか使ってたりするんですけど、この太いやつだったらね一気に全部できそうな気がします。ちょっとなので使った感想をねテロップで入れたいなと思います。そろそろ暑くなってきたら必要かなと思って購入したのが汗取りパッド10枚入りです。汗じみがね防いで脇の下爽やかシールタイプです。色はホワイトですね。でこういうちょっと張りのあるつるっとした素材とかこういう綿のものって脇汗のねシミが気になったりするので買ってみました。こんな感じにねなっていて、これをこの袖のこの脇を挟むようにつけるみたいです。裏はこんな感じでシールになっていて、こっちが体側で、こっちが袖側ってなってますね。で、これを剥がして洋服に貼り付けるっていうタイプです。ちょっとね、暑くなってきたら使ってみようと思います。はい、というわけでセリア購入品いかがだったでしょうか。実はセリアに行く前にダイソーとキャンドゥでもお買い物をしていて、ちょっとセリアで欲しいものを買い足したいなと思ったら欲しくなっちゃったものが大量にあったので、今回セリアだけで動画を撮らせていただきました。はい、なので近々ダイソーとキャンドゥの購入品もご紹介したいと思います。ぜひ見てください。では今日も最後まで視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。